こんにちは、かわぽんです。今日は慶応大学経済学部2019年度の英語の分析をします。よろしくお願いします。早速問題構成になります。制限時間は8分で、全部で5問の構成となっています。問1から問3が長文で、ここ最近は問1と問2が関連するテーマで観光業の賛否を述べる文章、問3がカジノの賛否の文章となります。問1の文教委問題は動画の後半で紹介します。地味に発音とアクセントが出ています。問4が和文英訳で、会話文をそのまま英語にする問題です。こちらも問題は後半でご紹介します。そして最後は自由英作文になります。個数指定はありませんが155程度書いておけば安心です。少し厄介なのは2つのテーマから選択するのですが、問1から問3の長文の内容にも研究しながら記述しなければならないので訓練が必要です。次に速読レベルの考察になります。問1から問3までのすべての長文の個数は約2500語となります。問4と問5の記述問題を30訓で解くとすれば、残り70訓を長文に当てる計算になります。これを割り算すると1訓あたりの処理語数の目安が出てきます。その結果36語となりました。もちろん人によって時間配分は異なりますので、一つの参考としてみてください。この数字を総計のすべての学部と比較してみましょう。こちらがそのランキングになります。慶応経済学部は慶応大学の中では商学部に次いで2位となりました。少し厳しめの数字になりますね。ただ記述問題の処理速度にもよりますので、人によっては余裕がある人もいれば、もっときつく感じる人もいるかもしれません。ちなみに早稲田大学と比較すれば、慶応はかなり控えめな数字となっています。個人的にはこの数字は35くらいが受験問題としてはいい問題と思います。次にハイレベル英単語の数になります。これは一般の受験英単語帳には載っていないであろう英単語を中心に独断でピックアップしました。その結果7語となりました。かなり少ない数字ですね。普通の受験英単語帳で十分に戦えるということを意味しております。これも総計の中でランキングにしてみました。こちらがそのランキングになります。慶応経済学部は総計すべての学部の中でも一番低くなります。ちなみに早稲田大学の政治経済学部と慶応大学の医学部は同じ7語となります。看板学部と呼ばれる学部ほどこのハイレベル英単語の数は少ない傾向があります。むやみにハイレベル英単語を増やしてただ難しくするよりは、単語のレベルを抑えて作文の力でカバーするという素晴らしい姿勢が見えます。この単語数が多くなってしまうのは作文の力が低いことを意味していると思います。運の要素が強くなり受験問題としては成立しなくなるからです。その点では慶応経済学部は素晴らしいですね。次に合格最低ラインの考察をします。記述問題は考慮していません。問1から問3までのマーク問題のみカウントしています。マーク問題は全部で34問あります。それをレベル別に標準、やや、難、難の3レベルに分類しました。その結果がこの円グラフになります。標準問題が多く高得点を確保しておく必要がありそうですね。
合格最低ラインは 69% となりました。高得点を確保してあとは技術勝負となります。ちなみに3教科合計の合格最低点は受験科目が英語、数学、小論文の A 方式が 49%、 受験科目が英語、社会、小論文の B 方式が 58% となっています。毎年 B 方式の方が合格最低ラインは高くなります。どちらにしても英語は高得点が必要です。ちなみに大問ごとの難易度はこうなりました。大問ごとにあまり差はありません。年度によっては問3の長文のレベルがかなり高い年度もありますが、今年はそうでもなかった印象です。それではこちらが総合評価になります。技術の問題が鍵を握ると思われます。一昔前はマーク部分でしっかりと得点を取れば英作はそこまで重要ではないと言われていた時代もありますが、今は長文のレベルがやや低いため技術で圧倒的に差がつくと言えそうですね。こちらが実際に出題されたハイレベル英単語になります。上段からオーセンティック、ケイター、エスケーピスト、ルーム、ワイリストはホワイルと同じ意味です。クロスチューション、アンスポイルドとなります。予測できそうな単語もありそうですね。こちらが問1で出題された文教委問題と並び替えです。文教委は昔センター試験で出されていました。懐かしいですね。現在この出題があるのは中央大学の国際情報学部などかなり少数です。ではぜひ画面を止めて挑戦してみてください。それでは正解になります。正解はこうなります。上の問題の和訳は観光業は変わるか、もしくはそれに規制を置かなければならないという意味ですが、イーザー A、まあ B の A と B の中身が大切ということですね。並び替えは基本熟語の理解で十分に解けます。皆さんどうでしたでしょうか。それでは次に行きます。最後にこれが問4のワプネー役の出題事例です。会話文を4つ丸々英語で書かせる問題です。毎年このパートはこんな感じで会話文を訳させますので、直訳ではなく分かりやすい日本語に噛み砕いて書く必要がありそうですね。訓練は必要です。これで解説は以上になります。あくまで個人的な分析になりますので、一つの参考として捉えてください。今後なるべく多くの大学の解説をしたいと考えております。チャンネル登録ぜひお願いします。創作意欲が湧きます。ありがとうございました。